ライスね。どうなのライス取ったら、でも、ハバーツも取りそうだから、その後ライス参観なるのかねハバーツはインサイドハーフが上でのオプションだと思います。そうだよね。だから僕もハバーツはジャカのところで家変わるのかなって思ってるんですけど、ただ守備でダブルボランチの一角やらせるって結構道通るなん,なんでね、レバー空前時代やってたのかなでも基本的にトップ下とか高めのインサイドハーフのイメージがあるんですよね。できなくはないんだろうけど、であとあれですよね。その、クロス攻撃とか上から叩き込む的なところで言うと、ね、 バロンとか捨てがたいんですけどね。ジェスス AD ってトロサールもそこだから、バロン普通に戻せないんだろうなポテンシャルで言ったらバロンだけどね。だから1年プレミアで見て、買い戻しオプションね、残して、デジスタルパレスとかそういうプレミアで実績つけさせるみたいなのが一番いいんだろうなと思いますね。ティンバ、アンカーの位置のコースありそうですディフェンスラインから入っていくパターンあるけど、アンカーに最初っから使うっていうのは、 トーマス放出した後誰も入ってこなかったらあるかもしれないですね。最初からコンバート前提の補強ってないと思うんだよ。結構コンバート前提の補強っぽいんだよね、ハバーツのやつはと。あの、だから、どうなんだろう <laughs> やり方としては、守備のシステム変えるってあるあの、今って、撤退守備の時に4231で合わせる。で、前から行く時に、ダブルボランチのジャカーが出てってインサイドハーフみたいになるじゃん。で、これが、前から行く時のそれはキープしたまんま、守備の時にはウーデゴールもハバーツも両方下がって、 4-5-1?4-3-2-1 みたいな守り方するみたいな。そうするとワンアンカーじゃなくて3アンカーみたいな守備になるからトリプルボランチになる。日本代表とかレアル・マドリードのワンアンカーとかユナイテッドもそうだけど、あれは風見ろとかさ、遠藤渡るがいてできるワンアンカーじゃん。じゃなくて3センターにしちゃうっていう。これリバプールは結構これに近いかな。ハビーのヘンダーソン、チアゴとかね。 っていう、ちょっとした守備の変更を加えたら、ハバーツの不安な部分というか、コンバート感は薄まるけど、ただ、ハバーツのこうと考えて、うまくいってる守備組織を一回やめるっていうのはね、あの、アーセナルも別に守備の組織が攻略されたわけじゃないじゃん。人が足りてなかったっていう結論でしょ、あの使い方からすると。スリーセンターになると、前のプレスはかかりにくくなりますね。フロントエリアがちょっと空きやすくなるし、か,かなり押し込まれるようになるんです、その状況になると。ティンバーカにでうて、富安の立ち位置怪しくなります 出番は減ると思いますね、普通に。ね、右サイドバックの2番手じゃなくなるから、右サイドバック、センターバックの2番手、3番手争いながら左をやるイメージになると思いますね。3センターっていうより1アンカーが全体的なセンターバック2枚がいません。アンカーの隣をセンターバックが、隣っていうか、脇のスペースをセンターバックがカバーに出ていって、これをね、4、3、3、これかけちゃういう形。ここに出ていって空いたところをサイドバック絞ったりとか、ずれてずれてとか、クロスの時にセンターバック出ていってる分、アンカーが戻ったりとかね。だから、 マドリーの場合はその、個人判断能力が高いフォーバックだったりとか、中盤3枚とかいるから、これ成り立つ感じ。だから結局ね、あの、日本代表だとこの形でさ、上田綺世の後ろの、ここ誰守るっていうので、結局ここアドリブ的に出てって、遠藤渡のここが、特に伊藤淳也がこうサイドバックをこう見てて、こっちは出てったりするから、ここスポッと空いたりとかしたいじゃん。そう、でもまあ、相手がうまくここ使わないでくれたりとか、 エンド・ワタのここの機動力とかで潰せたりとかアジアカップの時とかとずっと一緒なんだよね、あの、優勝逃したさ。前のプレス決まってなくて、でもそれでもうずっと決勝までは行けて、決勝でそこでやられたみたいなさ。ずっともう同じ失敗というか、失敗とすら捉えないでずっとそこはもう選手任せな感じだから。でも見てる層は変わってんじゃん。それでさ、もう失望した人たちはいなくなったりとか、僕と見てて気づいたりとかしてて。で、気づいてない人がずっと回ってるから、チーム力が上がってるように見えるんだけど。 実際は、選手個々の能力が上がってるから、まあ、それがチームの力になってるだけで。でだって、4年前のアジアカップの時に、今の三笘とか伊東純也みたいなレベルの選手いたら優勝してそうですもんね。それがアーセナルだと、ここはジェズスが割って、腕ボールとジャカが捕まえに行って、ボールサイドの方をトーマスを抑えて、はんあの反対側にボール出させないみたいな。ボールはここにあるだよね。こういう守備してたからね。ね、ティンバー、アーセナル、これ本当だったらめちゃくちゃ嬉しいですね。 うん、めっちゃ見たかった。ティンバー多分ボランチの一角と、まあ、基本はセンターバックで右サイドバック左もできるかな、まあ。あとはボランチの一角できて、まあ、足速いんですよ。で裏ケアとかもできるんだけどちょっとロックは甘い時あってあと首振りが甘かったりして。 空中戦弱いというか、外しちゃうときあるんだけど、ただ、それはね、後から覚えられるところで、ティンバーの場合、勘が良さそうだから、プレイヤーで良さそうってはいいと思うんだよね。そこの空中戦対応力は全然伸びていくと思う。で、普通にアスリート能力高いと。持ち味は、あの、ボール持ってキャリーするところのうまさと、あと縦パスとか、サイドチェンジとかフィードとか、ホワイトとかにちょっと近い感じかな。ホワイトの、ホワイトちょっと荒削りにして、 ちょっとちっちゃくしてスピード上げた感じなのかなうん。もうほ本当攻撃的に右センターバック、サイドバック、兼任選手って感じですね。縦パスつけすぎるところはあるから、縦パスつけることが目的みたいながあるんで、そこを多分強制できると思うんですよ。だから、ティンバーが今持ってる弱点は、アルテタが解消できるから、あとは出番どんぐらい与えられるかと、サポーターが我慢できるかどうかだと思いますね。ティンバーは4バックも3バックも両方できると思いますよ。そんなに、きキビオルとか、 あの、ホールディングみたいに、フォーバックの真ん中は任せらんないみたいなタイプじゃないですね。ただ、どうしても、最初のうちは、その、守備の苦手な部分を克服しきれないうちは、ちょっと悪いところ出ちゃうかもしれない。サリバとかもさ、最初の時の方がむしろ守備固かったじゃん。富安、マガネアイス、サリバ、ホワイトで。あれで始め入れたのが良かったんですよね。最初からね、サリバに負担が大きくなりすぎない役割だったから。からそんな感じで。 ティンバーもサイドバックから始めたりする方がいいかもね。トーマスはね、残り契約年数とか考えると延長するか移籍させるかみたいな風になってるっていうのを聞きましたね。だからティンバーはセンスに任せて無茶してる時が多いって感じですね。カンセロよりは全然ティンバーの方がいいと思いますね。カンセロは連れてくるならウィングとして。カンセロはディフェンスじゃないから、ディフェンスに置いてるだけで。トーマスのところティンバーはないと思うんだけど、アンカーに使うかね、ティンバー。でもね、中盤に入ってもうまいはうまいんですよね。うまい,い,いうまいってか、うまいんですよね。あ、だからストーンズみたいなプレイできると思います。 ストーンズみたいなセンターバックが一列上がるみたいなとか、サイドバックが中入ってくるは全然あると思うな。ティンバーが右のジンチェンコってことですかあ、そう言われてんだ。ちょっとだいぶタイプ違いますね。ジンチェンコは中盤のテクニカルさに守備の色派をペップが教えて、そこにリーダーシップもついてきてみたいな。っていうか、まあ序列上がってきてリーダーとしての振る舞いも見せるようになってみた感じだけど、ティンバーの場合はももとはもちろん中盤だったのかな。 わかんないけど、ティンバーの方がもうちょっとなん、なんすかね。キンチェンコって別にスピードないじゃん。ティンバーの方がもうちょっと、という、アスリート的なアジリティだったりとかそういうのがある感じで、どっちもうまいんだけどね。 あと、ティンバーの方が無理すよね。ジンチェンコの方がもっと後ろ使ったり横使ったりできる。ティンバーの方がもう前に前に行っちゃう。ホワイトが荒削りになった感じだけどね、どっちかって。でも、ジンチェンコとかホワイト比べる必要ないかな。ティンバー、もっとヒップホップクルーに一人いそうっすね、向こうえ最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。では、ぞフトボでした。バイバイ。